おはようございます。2024年1月24日水曜日の朝です。今日の体重は 64.80 でした。体脂肪率は 36.9% です。おはよう、ルス。今日の天気は晴れですね。晴れです。ちょっとここにすっごい分厚い雪雲がかかっておりますけれども、晴れでございますね。気持ちよさでございます。そして今日気持ちよさですが、今日はですね、留守からアベラジャーの方に帰る予定でございます。でいつも11時半のバスなんですけど、1時間ずらしてみたんですね。12時半に出発のバスだったかな、にしてみました。で本当はですね、いつもことぶきの湯、ここ寄るんですけど、行くんですけども、ずっと反対側のね、ずっとあっちの奥の方にサウナの大浴場があるんですよ。なんですけど、そっち行こうかなって今日思ってたんですけども、今7時半で9時までしかどっちもやってなくって、で6時台に起きれたらサウナ行こうかなと思ったんですけども、まあ今日は行き慣れたこちら寿の湯にちょっと行ってこようかなと思います。じゃあ準備します。気持ちいい。もう今日めっちゃ寒いけど、うわすっすごい気持ちいい朝だ。うわー、青空の青がすごい今日綺麗ですね。うおー、綺麗。あー気持ちいい朝です。そしてですね、やっぱり行ってみる、やっぱりサウナ気になりすぎるので行ってみたいと思います。なんかすごいいいサウナだって言ってたんですよね。でなんかセルフロウリュができるんですって。だから、まあ、1セット2セットくらいできるでしょうね、きっとね。わ、すごい、見てください。太陽、朝日でございます。朝寝坊の私にはなかなか見れないこの朝の眩しい素敵な太陽が気持ちいい朝でございます。じゃあサウナ行きます。さあ、思い出しましたけれども、私昨日ですね、結局2時半くらいまでアップロード時間かかっちゃって、寮に戻ったのが3時くらいだったのかな、確か。そう、それもあってなんか寝不足なんですけど、なんか昨日のなんか達成感要因みたいなのがまだ残っててですね、いや忙しいのも今日、昨日初めてじゃないんですけど、一人であんなにバタバタしたの初めてだったからかな、なんかちょっと興奮気味なのかもしれないですね。あ、じゃあもうそういう時こそね、サウナに入って一旦なんかこうリセットしてゆっくりしていきたいと思います。いきます。実は私この販売キングもすんごい気になってるんですよ。ただね、販売キングなんですけど、ここ結構するんですよね。だからちょっとまた次回のお楽しみということで、今度行ってみます。ここ、こんな感じ。おはよう、ダニエル。今日もお仕事頑張ってね、みんな。じゃあ、私はサウナ行ってくるね。バイバイ。着きました。いつもあるコトブキの湯がノースウィング、こちらがサウスウィングでございます。行きます。タオルはレンタルで貸してくれました。おお、これはすごくいっぱいロッカーがあります。マジ知らなかった。で、こんな湯あっち行った。じゃあちょっと行ってきます。
ごい気持ちよかった。ここ昨日見つけたなんか椅子がいっぱいで並んでるところにとりあえず来ました。いやなんかですね、ドライサウナでセルフ蒸留ができて、それで水風呂の15度のと、あと俯瞰風呂って書いてあるのかな、俯瞰風呂の35度っていうのと、普通の真ん中にある大きな内風呂みたいなやつが 41.5 度になってて、で、私なんか1セットとか2セットとかって調子取って言ってるんですけど、水風呂すごい苦手で、足はついでつくれて膝くらいまで、あと手首までみたいな感じで、こういう部分にしかつけれないんですよね。なのでその俯瞰風呂っていう35度のがすごいちょうどよかったです。自分の体温よりもちょっと低いんですけど、ひんやりはいかないんですけど、ちょっとぬるい感じなので、なんかちょっとクールダウン、それだけでもできるような感じのやつが良かった、すっごい。なのでですね、窓とかがなかったりするので、あと、施設的に多分古いのかな、なので、綺麗なんですけれども、施設的には古っぽい感はあるので、こう、すっごい疲れて、汗かいてリフレッシュしたいって思ったら、ちょっとサウナはすごいドライサウナで良かったんですけど、もし遊びに行って、ルッツに遊びに来て温泉楽しみたいなと思ったら、ことぶきの湯がいいかもしれないですね。ことぶきの湯の方は、ミストサウナがあるんですけれども、外の景色も見れたり露天風呂とかもあるので、すごく気持ちよくてリラックスできるっていう感じはありますね。こんな感じでございました。あ、すっごい汗かいて、お化粧持ってきたんですけど、結局汗が止まらなくてお化粧ができなかった。それで昨日のですね、昨日のカフェがここなのでですね、ちょっと今汗が落ち着いたら少し美味しいコーヒー飲みに行ってこようかなと思っております。じゃあちょっとね、外の景色すごいいいから、ここで少しだけ汗冷まします。ウォーマーカフェ着いた。よし、じゃあ今日も行きます。お、今日は朝だから空いてる。のんびりしたいからソファー席行こう。ここにしよう。できました。1時間くらいいようかなと思ったけど1時間半くらいいっちゃった。じゃあちょっとローンの方に戻ってですね、それで帰り準備とお部屋のお掃除しようかなと思いますよ。っていうかすっごいここの山真っ白、すごい綺麗です。いいですね、本当に今日は天気いいですね。すっごい気持ちいいです。わあ、エリコロの動画。はい、じゃあですね、お掃除もして、今日は拭き掃除も時間があったのでしました。しかもですね、実はアベララでは2つ寮を借りていて、隣の部屋のですね、今隣の部屋使ってないんですけど、このテレビ台、すごいあっちのテレビ台の方が良かったので交換しちゃいました。なんかちょっと快適に今度はなりそうですね。はい、そんなわけなので、もうあと30分でバス出発時間となりますので、まずはバス停向かいたいと思います。わあ、めちゃめちゃいい天気。あ、しかもカメラに映ってるのかな、ダイヤモンドダストがすごいです。キラッキラでございます。わあ、すごい、どうやったら見せれるんだろう、キラキラできない、わかんないな。はい、そんな感じで
相変わらず天気崩れずにいい天気のままですね。あー気持ちいい。よしじゃあ頑張って、すぐそこですけどね、バス停の方まで荷物引きずっていきたいと思います。今日は私の乗るバスは満席に近い状態みたいでございますね。いつもは空いてる席にリュックを置いたりしてるんですけど、今日は預け荷物にしなきゃいけなっぽいです。大きいバスで帰ります。どこかな、どこに行くかな。エリコロの動画、旦那さんと無事に合流できたので、これからちょっとお昼ご飯を食べに行こうと思いますよ。今日はこちら千歳にあるびっくりドンキーで食べることにしました。よいしょ、行きます。今日のお昼ご飯です。今日はびっくりドンキーのカレーパークディッシュにしました。実は先日社食の A 定食の温玉キーマカレーを食べそびれてしまったのが、なんかずっと頭に残ってて、今日はこれにしました。食べます。ごちそうさまでした。食べたかったから大満足でした。じゃあアビガイちゃんの方に帰ります。来ましたよ。久しぶりの我が家でございます。なんか雪がだいぶ増えております。ここ何日間かで降ったらしいです。中入ります。旦那さんが今年の2024年シエスタ福袋でに入ってた私が大好きなクリスマスブレンドの豆をひいてコーヒーを入れてくれております。かわいいね、このグッズがかわいいです。しかもなんかちゃんといろいろ調べていろいろ書いた通りに入れてるらしいです。あー、お気に入りのマグカップで家で入れたクリスマスブレンド、旦那さんが入れたクリスマスブレンド飲みます。エリコロの動画、今6時25分です。もう家の中で何にもしないで、ただずっとこたつにいた疲れてだけど今日は体バーですからね、楽しみにしていた体バーですからね、楽しみにしてたから行ってきたいと思いますよ。真っ暗ですけどね。じゃあ行ってきます。お湯かけ地域交流センター着いた。寒い寒い。じゃない、間違った、どっち、こっちか。こんばんは。あ、あったかくなって、あったかい。あ、しかもなんかこっちの方がすごい、すごい。お疲れ様でした。今日はもう疲れだったけども、体バーに来たら逆に元気になりました。元気いっぱいです、私たち。イエイエイ。またねー。帰ってきましたよ。あ、体がポカポカでございます。夜中入ります。今日の夜ご飯です。今日は旦那さんが作ってくれました。昨日からストーブの上でコトコト煮込んでいた、キノコやお野菜、人参ですとか白菜とか、あとは牛肉がいっぱい入ってる味噌味の鍋に餅のっけで食べます。はい、というわけで今日も一日が終わりました。終わったのはもう今日金曜日、なんか頭ごちゃごちゃ焦って起きたから、あと終わったのはもう何時間も前に終わっててですね、実はですね、こたつですっご
い、爆睡しちゃいましたね。いやー、焦った。起きて今6時なんですけど、まだ編集してなくて、あーやっちゃいました。すいません、6時に楽しみにしていただいてる方もたくさんいるのに申し訳ない、ごめんなさい、やっちゃいましたね。いやー、でもすごい体ちょっと痛くしちゃったけど、でもまあ体バーの後だからこんなんで済んでるのかな。そんなわけでですね、今日は本当留守にいて帰ってきて、それでその後も結構昨日の疲れがね残ってたのかわかんないですけど、家帰ってきてからも寝てはないけど、なんかもうずっと放心してる状態でもうただこそつり入ってボーンとしてるだけで、で大体いつもそうなんですけど、留守ついて水曜日に帰ってくる理由としては、夜の体バーがあるから必ず水曜日には戻ってくるんですよね。それで行くとすごい疲れがなくなるし、まあ、すっごい疲れてても本当軽減されて体すごい軽くなるんで絶対行きたいんです。どんな疲れてても逆に元気になれるから、そんな感じで今日も行ってきて、本当もう元気になったんですけども、そのまんますっごい気分よく、すっごい体が気持ちよくなっちゃって、すごい寝ちゃったそんな感じでございました。そうで、まあ今日は朝からゆっくりカフェだの、なんだっけ、サウナ行って、そしてカフェ行ってまだ眠たい。カフェ行ってゆっくりしてですね、で帰ってきて、で雪結構なんか札幌とかもすごい降ったとか言ってて、今日もすごいみたいなんですけどね、なんかそんな感じですから、ラビラ町もそこそこ雪少ない地域ではあるんですけども、そこそこまだ眠いのかな降ったのでですね、雪ちょっと景色が変わってて、ちょっと新鮮な感じで、やっぱりでも地元帰ってくるとホッとしますよね。はい、そんな感じでもちょっとね、今日もう早く編集して動画出したいなと思うので、お話はこれくらいにしといて、頭働かなくて全然喋れないしはい、そんな感じなのでですね、そう、なんか今日天気がすごくですね、北海道とかですね、まあ他の地域もかな、大荒れになる地域が多いみたいなんですけれども、皆様外出とかは気をつけてください。はい、そんな感じで今日はこれくらいにしときたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またねー。時間通りに。